はい、おはようございます。すいません、ですね、直樹さん電話してたんですけどね、連絡取れません。音信不通です。すいません、ちょっと連絡取れるまでちょっと待ってもらえますか。ダメ、ごめんなさい、ね、そうね、でもやっぱなんかみんな分かってらっしゃるわ、そう、またなんですよ、またなもんで、ちょっと僕自身もぶっちゃけマジで全く分かんないんで、今どうなってるのか、とりあえずね、いいですかね、ゲストさん来るって話も僕もう今知りましたからね。そうだから、じゃあとりあえず、何パン1でそんな約束したの、直樹さん、パン1、パン1にさしてなってもらいましょうか、もう僕もテンパってますよ、本当に。でも、どうであれもちょっと番組始まっちゃったんで、じゃあちょっと、今日も1時間やりましょう。はい、じゃあそれでは、お願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。これが重っ、ありがとうございます。はい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 、そう、ちょっととりあえずまずなんかちょっと嬉しい話、なんかちょっと何個かまたプレゼント届いてて、ちょっと一個僕にね、もうプレゼントなんか届けていただいた幸子さん、なんだろうこれ、お水、お茶って書いてある、お水かな、むくみ気にしてるからね俺ね。そうこれ飲んでればね、もうむくみは怖くない、トウモロコシのヒゲちゃんこれ、ね、お前インスタね上げたこともあるんですけど、これマジで V ラインになりますね、こればっか飲んでるんですからね、これお腹いっぱいになるし、なんか分からんけど、カロリーゼロ、カフェインゼロ、もちろん糖質ゼロ、炭水化物ゼロ、そう今僕ちょっとダイエットしてるんで、もうまさにもう最高のプレゼントですね、これもうありがとうございます、本当に美味しくいただきます、ね、よし、そう、ね、なんかピンチヒッターがしてる回がものすごい多いんですけど、直樹さんちょっとね、前日にはちょっと話してた方がいいねこれね、もうごめんね、なんか直樹さん出したいんだけど僕も連絡取れないんで、うん、そう、そう、保湿とかしてますよ、もう僕もなんだかんだもうすぐ30ね、もう今年29で来年30になっちゃうんで、ちゃんと一応ねお手入れはちゃんと保湿とかはしてますよね、むくみがすごいんですよ僕、本当にお酒飲むんで僕結構、酒飲んだ次の日と、もうラーメンはもう全く食べないですね僕、もう月ゼロっす、月ゼロ、うん、で最近炭水化物もだいぶ切ってるからあんまりむくまないですけど、ラーメン食った次の日とかもうやばいですね、本当に
自分の顔見てもなんか外出たくなるぐらい、なくなるぐらい。で、久々になんかちょっとニコナイト出た感じがするから、先週が直樹さん。あ、そうだ、先週も直樹さん、あれが遅刻したんや。で、一茶さんとか、そう、新一とか、まさか出たんや。そうや、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 そうや。それで直樹さん遅刻してきて、で、今日も遅刻。あ、これもあかんわ。もうフォローしようないもんね。うん。これ直樹さんがコメントとかそのうち入るんじゃないのかな、いきなり寝坊したってパターンでしょもん。うん、え、ツイキャスしてた15時まで直樹さん。あ、そうなんね。マジゲストさん来る前にね来てもらわないと俺もどうしね、テンパるよね。誰やろ、ゲストさん。さっきチラッと聞いたな。うん、直樹さんの昔の知り合いだと思う。そっかそっか。あ、そう、先週はね、僕コメントしてましたわ、そういえば。先週、直樹さんのキャスで、まやさん来るって言ってた人がいて、出ませんって言ったのに。どういうことどういうこと、俺出ない、うん、なんかごめんなさいね、出ちゃうけど、まあ、でも直樹さんおらんからね。これもうちょっとね、今週は直樹さんの愚痴でみんなと話したのか。いや本当に連絡したんですよ、直前まで。むしろ始まっても電話したのあれ直樹さんなんですけど、最近ちょっと体調悪いんですよ。まあ年だしね。うん。ちょっとあかんね。やっぱもう、やっぱ見ててしんどいでしょ、やっぱり。ほら、夜遅くまで起きるのもしんどいと思うし。うん。キャス切らないと寝坊すると、いや、だから寝坊してるんだって、キャス切ってもやっぱり。あの人、睡眠が浅いのよ。ほら、前一緒に住んでたから知ってんだけど、寝て起きて、寝て起きて、寝て起きてみたいな。うん。そんなパターンが多いのね。だからもう、まあ言っても多分そろそろ起きるんじゃない？時間的に起きて、時間見て、あ、やってまったわ。とりあえずニコナイト開こう、開くやん。あまよでとるわ。寝坊した。ってコメント打って、今から行くわ、みたいな。うん、そんな感じかな。違うね、直樹さんね、電話気づかないんじゃないのよ。あの、直樹さんね、あの、自分寝るとこにね、電話置いとかないのよ。充電しながら寝るから。だから寝てたら電話絶対出ないのよ。そう。もう分かってんだけどさ。そう。マヨネーズって誰ですか？もうマヨネーズじゃないんですけど、僕マヨなんですけど。ね。まあ、マヨネーズも言われ慣れてるからもういいんだけど。そうそうそう。仕事なんだからそこを担当してちゃんとしなきゃ困る。いや、みんな困るよね。すごい楽しみにしたんだもんね。これ見る限りだって、ここに座る前にコメント100件くらい上がっとったよ。すごい、もう入れ込んでたよね、みんな今日ね、絶対。今日の番組に対して。そう、もうテンパるよね。俺もテンパるよ。本当に。鬼コール出るよ、いつも。本当に？どうなんやろ。お金なら店の宣伝になってるでしょ。ちょっとなんかよくわかんないの。川崎麻世じゃないね。うん、川崎麻世じゃないの分かってて聞いてるよ、絶対それ。もう聞き飽きたって。先週よりもひどい遅刻の予感というか、結局寝なさそう。それでさ、じゃあいいのよ、僕もやっぱ面識が仲いい方がゲストで来られるんだったら、あれですけど、僕多分2回目なんですよ、会うの。超ギクシャクするじゃん、絶対に。人見知りだし、ね、そう。なんでマヨって名前にしたの？これね、僕始めたばっかの時にすごいマヨっていう方にお世話になってて、
で、東京来てやった時にマヨンしようと思ってマヨンしたんですよ。でももうずっと、でももう8年ぐらいマヨだからあれだけどね。さっちゃん、なんで木綿豆腐って言われるの、これ僕が聞きたいですよ。直樹さんに聞いてください。もう本当に本当にもう豆腐のかけらもないんで、僕本当は。そうそう。でね、そう、髪型いいってちょっと嬉しいんだけど、僕ね、昔からなんですけど、しょっちゅう髪型変えるんですよ。だから月に、だいたい、まあ、20、前の店、ね、昔の店も25ぐらいかな、平均で見されてる。だから、まあ、だいたい毎日同じ髪型はしないんで、月にね、多分15パターンぐらいはあるね、髪型。うん。そうそうそう、どうなのかな、やっぱ同じ髪型でさ固定してた方がいいのかな。でもおもろくないじゃんね、そしたらね。うん、そう、ね、桜庭はあれよ、桜庭雄一郎が大好きだよ、向こう殿ドラマ。向こう殿ちょうど中学校ぐらいの時に2だったのかな。そうそうそう、そんな変えるの、だからなんで変える、だからまあ髪僕長い、長めが多いんで、やっぱ長いとね、いろんな髪型で遊べるじゃない。だから遊びたいっていうのもあるし、やっぱりなんだろう、せっかく人前に出るんだからね、毎日違う髪型の方がみんなおもろくない。なんかいつもさ同じ髪型してるよりね、特に上げるのは多いんですけど、僕縛ったり、うん、やっぱね、飽き性なんじゃなくてさ、うん、服装によって変えたりするよね。でもあとね、マヨネーズはマジで天敵ですね、うん、一切好きじゃありません。本当に好きじゃないです。まあ味は好きなんだけど、成分が好きじゃない。あれも敵だよ、本当に。最近気づいた。もう僕ね、25ぐらいまで全く太んなかったんですよ。営業後にラーメン食おうが何食おうが、もう一切太らないかったんですよ。だけど、そう25ぐらいからかな。もうびっくりするぐらいブク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 太ってくもんで。でもそれでもあんま気にしなかったんですけど、そうそう。やっぱちょっとね、人前に出るんで、やっぱりね。あんまり、そうね、デブが良くないんだよ。あ、お腹出てるって来た。これね、前ひどかったじゃない、僕。マジで引っ込んだっすからね。ちょっとまだやっぱりね、下の方がちょっとあるけど、ちょっとうっすらも割れてきたね。うん。そうそうそう。痩せたんですよ。とりあえず、内臓脂肪つかないように、まず一回カロリーコントロールして、落として、で、こっから、ちょっと肉つけようかなと思う。夏に向けて。そうそう。ね。いや、マジで本当に痩せてるとか、太ってるとかじゃなくて、やっぱ、結構やっぱさ、あれだからさ、体調にも関係してくるからさ。え？マヨマヨ売りの眼力に力なくなってきてる。そんなことないでしょ。ただ、まあ垂れてきたんだよ、全体的に。もう僕もいい年なんでね。ダイエットしたんです。ダイエットしました。本当にがっつり。本当に、多分前出た時も言ったかな。言ってないかな。豆腐ばっか。とりあえず。まずお腹の、本当にお腹がすごかったから、お腹まず落とさないと。で、炭水化物が、もうピタッて抜いて、最初の2週間ぐらい。で、コンビニ売ってるさ、豆腐そうめん知ってる？豆腐の、そうめん？めんつゆと、ごま、どれ？ごまの味のやつがあるんだけど、めんつゆの方が確かね、96キロカロリーかな。で、ごまの方が、
120キロカロリーぐらいだったんだけど、まああのめんつゆの方だけでもう完全にもうひたすらそうで言うだから豆腐ともっちゃうわ、なんでやねん。本当に炭水化物ダイエットってねすげえ効くなって、もうじいやマジで痩せたでしょ、うん、マジで、いやそうマジ本当にちょっとかなり落としたからかなり細くなったんだけど、まあ、今からほら来たや、ほら言った通りや、直樹さんからコメント来たわ、うん、そうそう、いや伏線じゃないよ、普通に真面目やったらじゃ誰も豆腐じゃねえって、誰が豆腐やねんな、直樹さん、直樹さん、ですね、直樹さんやっぱ約束は大事ですよ、約束は守らないと、うん、本当に、豆腐、何豆腐が好きなんですか、いやだから僕豆腐コンビニ知らない、こんぐらいのパックに入っ、パックみたいに入って、なんか、こうやってさ、なんつうの、ちっちゃいさ、プラスチックのノコギリみたいなのさ、切って、中の水切って、なんか、そう、つゆかけてみたいなさ、え、知らない豆腐そうめんみんな、ないの？コンビニ近くに。え？知ってるよね、え知らない、これ美味しいよ本当に、そう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 、それとささみばっか食ってたらとりあえず脂肪は落ちたわ、まあ、肉という肉が落ちた、とりあえず、いや炭水化物抜いて体力めっちゃ落ちた、本当に急に熱くなったじゃない最近しんどくて、だからもうここ半月ぐらいはちょっとずつは食ってるけど、うん、豆腐、いやでも豆腐ってきたら前野さん思い出そうになるって言うけど、僕豆腐じゃないんで豆腐ではない、どこのコンビニ、知ってる限りロー、ん？ファミマにもあるしミニストップにもあるし、あでもねローソンとセブンで見たことないかも、うん、いや美味しい美味しい、あれで豆腐そうめんとか言ってるくせになんかちょっとマジで全然なんか普通のそうめん食ってるみたいな感じだから美味しいよ、そうそう、あでも大丈夫ですよ、もう僕もう今ちょっと体重落とすのはやめたんで、もうお腹落ちたんで、こっからはちょっと夏に向けて肉つけますよ、肉、そうファミマかミニッペ、セブン派か、ローソンある、あ見たことなかった、そうコンビニね、コンビニってさマジタイプあるよね、好み、僕今ね、僕前ね僕の地元の家、まあ、実家の近くに一番近いとこにあったのがミニップだったんですよ、ミニストップ、ハロハロとかさあってさ、であれあるじゃない、肉まん、肉まんでチーズまんっていうのが出たの昔、まだ僕はまだ本当にまだ草薙の時だったけど、僕チーズ好きなんで、チーズマン、もう学校の帰りいつもチーズマンばっか食ってたんですよ、うん、もう終わっちゃうよこれ話ね、ここでね、すいません、なんか変な話して、ローソン派でもローソンもわかるわ、ローソンあれやっしょ、もう完全唐揚げくんが好きなんでしょ最近だからさダイエットしてたからもうカロリーについてすごい調べたから、あのねローソンの唐揚げくんはカロリーが低めだから、量と満腹感に関しては比率したら全然いいのよあれ、まあ、食いすぎはもちろん良くないけど、やっぱりちょっとやっぱなんか食いたいな、揚げ物食いたいなと思ったらやっぱローソンの唐揚げくんぐらいがちょうどいいですよ、うん、ローソンの唐揚げくんだったら OK、 ダイエット中でも OK です、もう OK 許す、チーズね、いやチーズ美味しいんだけどさ、チーズ食いまくってまた戻っちゃうから俺、うん、ファミマはじゃあファミマのなんつうのホットサンドっていうのだから、レジの横に置いてあるやつ、揚げ物系だよね、あれね、ファミマはちょっと油っぽいのが多すぎて最近ちょっときついね、うん、
一時期でもファミマのなんだっけ辛いのなんだっけなんとか、ファミチキじゃなくてなんだっけ辛いやつ辛チキみたいななんだっけえ、わかるっしょ？なんだっけ？俺、名前出てこないわ。え？待って待って、なんかすげえ怖いこと書いてあるんだけど。唐揚げくんは鶏肉と信じないでくださいって。あ、そう、スパイシーチキン、スパイシーチキン。え、でもちょっと待って、唐揚げくんは鶏肉と信じないでくださいってどういうこと？え、マジで怖いんだって。それさ、なんかさ、じゃあ分かんない、本当のことは分かんないけど、みんないろいろ言うじゃない、そういうことを。僕がまだ学生ぐらいの時かな、焼肉屋、とある結構有名な焼肉屋ですよ。まあ名前はいいんだけど、そこの焼肉も、もう肉じゃなくて、なんかもう、骨とかにくっついた、なんかそういう、ね、残った肉をさ、丸めて肉の形にして焼肉し出してますみたいな話を言われたことがあって、いやでも美味しいから別にいいんだけど、でもなんかそれ聞いたらちょっとなんかさ行きたくないみたいになるじゃない。そうそうそう、いやだからミミズって何、カラスじゃないでしょ、絶対違うでしょそれ。いやいい、いやだってカラスはさ、ミミズとカラス、いや絶対カラスじゃないと思うで。ミミズもない、それってケンタッキー、ケンタッキーもんの、いや都市伝説、いや都市伝説でしょさすがに。ケンタッキーはやばいって。いやイライラすんなよマヨネーズって言うけど、だってさめちゃめちゃ食ってるで俺唐揚げくん。ケンタッキー普通の鶏じゃない、ファミマのチーズ、あうまいね、チーズフランクね、うん、チーズフランクうまいわ。マックンだからミミズじゃないやろ、ミミズなわけがないやろ。何、横に住んでるババアが嫌がらせしてくるんやけどって。いやもう、もう言いなよ、苦情、苦情出しなよそんな。うるせえ、何してんねんって言ってん。そう、そう、運動はジム、うん、ジム行くね、ジムと、あと最近はあ、もう家でもやってるし、あのさ、知ってる、あの CM とかさ、ちょっと前までやったやつ、あの名前忘れてた、あの腹筋のここ下がってさ上がってくるやつ、なんかなんだっけ、あるやん CM でやってるやつ、こなんかあれすごい、なんかそう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 、あアンダーコアよう見てんの CM、 それアンダーコアめっちゃ欲しいのよあれ。この間ねテレビで通販でやってたんだけど、なんか2回払い1回9000円とかなんかみたいなって、安っすーと思ってめっちゃ欲しいと思ったんだけど、いや聞くのかな、あれ聞くんやったら絶対欲しいわ。アブトロニックは諦めたんだけど、これ。うん。アンダーコア絶対欲しいわ。うん。アンダーコア絶対欲しいわ、もう。アンダーコアで、買ったら俺ここでやるわ。持ってきて。あれ意味ないの？直樹、今の状況前に電話して、あ、直樹さん。うん。自分でやるべし。でも、アンダーコアに関しては、3倍効果があるらしいね。普通の腹筋より。うん。ワンダー前は、あ、アンダー、あ、ワンダーね。アンダー、うん、どっち？うん。わからんわ、もう。アンダー、ワンダー前じゃない。わからんわ、もう本当に。もうこの話やめた。え？何？ちょっとじゃあ、一回ちょっと CM 行こうかな。ナオキさんちょっと一回電話してみるわ。じゃあ、また。The largest program on YouTube in history. Which is it? Bobasta.
計画に乗るとは不可能だろ。役所だろ。限りなしだ。その通り。揃った。いや、ごめんね。直樹さんじゃなくてごめんわ。今電話したんだけど、ちょっとまだ出てないから、まだ電話出ないから、多分風呂だわ。来るって言ってたんですか？いや、もともと今日直樹さんが、先週遅刻したやん。そうそうそう。だから、今日直樹さんがゲストさん来てやるって言ってたんだけど。はい。また。まあそう。だからまた、いやもう、みんな分かっとったからいいんだけども、うん、みんなも。今週もお邪魔します。そうそう、まあ、新一です。いいでしょ。うん。いいんじゃないですか。うーん。甘いものちょっと苦手ですね。いいんだけど、かわいそうだよね、みんなね。すげえ楽しみや。100件ぐらい上がってたからさ、コメントがさ。もうだっていつも直樹さん見たがってますもんね。新一、僕寝起きじゃないですよ。なんで寝起きなんですか、僕。ちゃんと目開いてますから。うん、うわっ、今日地震あったん。昨日も、昨日だか一昨日だかも地震あったんね。鹿児島であったやろ。で、その後、あ、違う、宮崎か。宮崎、鹿児島の方であって、で、今日、今日昼、あ、そっか、なんだ、埼玉。茨城の方が震度 5? え、だから埼玉やろ。埼玉震度5。埼玉でしたっけ、うん、東京震度4。うん、そうそうそう。そうやんね、揺れたやんね。いや俺もマジで、いやもうテレビとその携帯のあの通知音がちょっと怖かったですね。うん、でもう本当に、まあでも全然動いてたから、もう昼間だったからよかったけどさ、あれ寝てる間だったら怖いよね。いや怖いっすよ。まあ、気づかないんだけどさ、まあ昔の大地震の時もさ、寝てて起きなかったりさ、死んじゃうよね。俺死んじゃうと思うよ。だから寝てる間には来ないでほしいんだよ。13回とかめっちゃ揺れるやん。どんな感じ ?13 回に揺れる感じ。揺れてみて。13回もう。どんな感じ？パニックっすよ、僕。揺れてみて。13回で。13回で揺れてやる。すいません、僕3回なんでね。13回で揺れてみて。13回の揺れ。こんな感じで揺れてみて。揺れて。13回。ああ、いい。あ、前さん、前。うまかった、前さん。揺れてみ。揺れれないの。揺れれないっす。揺れれないんか。え、僕ピアスずっと開いてますよ。あとケーキ欲しいですね。ちょっと甘いもの苦手ですけど、チーズケーキとかはよく食べますね。まずはゴルフはまだしてないよ。直樹さんと行くって言ってんだけど、行ってないな。ってね、行きたいんだけどね。でバスケしたいよ俺は。あ、バスケ、うん。いやレクリエーションでみんなでやろうって言ってたのにさ、なんか知らんけど俺がさ、いないとこでさ勝手にやるのやめよう言うたから、もう本当にやめようかと思ったね俺も。じゃあいっそ俺もやめようかなと思ったわ本当に。どんだけ楽しみにしたと思って。クラブ直樹は。いやもうほんとよ。そんなうまいんすか、マヤさんは。いやうまいっていうか好きなのよ、ほんとに。選抜だったんですもんね。うん、いやだからもうバスケ、今だって運動何したいって言ってた、バスケが一番いい。だってあれでしょ、あのカッパになりたいんやろ。え、もう今年の夏はカッパになりますよ。泳ぎたいな。ね、ちょ、俺もちょっとわかるわ。ゲストさんそろそろ来るでしょ。そろ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 。それ、はい、うん、はいはい、なんでしょう。あのね、ゲストさんどうするのかな。先週の、いや違う、あ、僕も多分、ね、直樹さん、あ、でも直樹さんがゲストさんに連絡してる可能性あるわな。寝坊したからごめんみたいな。ああ、うん、その箱なに、これあのこっちはプレゼントいただきました。さっきも言ったんだけどね、こっちは直樹さんなんだけど、うん、まだ直樹さん来てないから、まあそっとしておきましょう、うん、そうそうそう、まあ、S、あ、これいただいたんですか。そうそうそう、いっぱいある。だからあの多分あのむくんでるからよ、これほらむくむなと V ラインの顔、そう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 。
電話出なかった、直樹さん。僕もこれじゃあ、いただいていいですか。あ、いいよ、いただきます、言うて。すみません、リスナーさん、いただきます。直樹さん、クラブの出勤してるよ。うん、うん、いただきます、いただきます。いやでも嬉しいね、なんかそんな毎週毎週言ってくれると、うん、いや嬉しいんだけどさ。あー、来た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 で、ね、ほら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 、もしもし、おはようございます、マヨです。はい、もう存じ上げておりますね。やってもらったのは今もう番組中ですね、もうがっつり、うん、あの一応僕頭から来てるんですけど、あの直樹さんが出るとかこともちょっと分かってなかったもんで、はい、とりあえず来て、で今一応リスナーさんとちょっともう直樹さんにはちょっとパンツで歌ってもらうっていう方向で。いいね。はい、お約束、約束したらしいんで直樹さんが。はいはい、怒りましょう。はい、まずは怒りましょうよ。そうですね、あのじゃあ次回あの直樹さんがパンツで。ああ、あのやっぱ約束は大事だよっていう話、やっぱ最近直樹さんとも話したばっかなんで。はい、寝起きじゃないですか、めっちゃあ、なんかでもあれですね、あれしてたらしいじゃないですか、なんでしたっけ、キャスですよ、ツイキャス、うん、ツイキャスはみんな見てくれてたらしいですよ。で、楽しみに過ぎしたらしいですはい、また、はい、お疲れ様です。だそうです。結局は来るんですか。これ、今日間に合わんわちょっとねあと30分なのに、うん、そうそう、ね、ごめんね、ごめんなさい、いや、すいません、うん、うちの直樹さんがいや、もうやっぱね、この時間しんどいんだよ、もう年だから直樹さん、でも最近なかなか寝れないって言ってますからね。いやでもあんま体調もね、良くないみたいだから、うん、うん、あ、そうか、体調崩しましたね。うん、そうね、ちょっとうん、分かってあげる人、うん、じゃあ分かってあげてほしいね。もうここみんな優しいから分かってくれると思うんだけど、なんかそういうとこも可愛いですけどね、うん、直樹さん可愛いっていうか、なんかもう俺も本当にいいお兄ちゃんって感じ。うん、そう、あ、ゲストさんも断ったんで、まあ、開き直って遊びますかせっかくだから、しんいち来たし、はい、なんか話し合ってきたんやろ。どうぞ。いや、特に何もないんだ。何もないです。あ、でもさっきなんかちょっとしんいちのバースデーどうだったのっていうか、いつみたいなのあったんで、うん、あ、いいよ、宣伝して。5月28日が僕誕生日なんですけど、まあお店休みで、で、その日があれですよね、ニコナイトのネホースの、あの昼の1時から3時間の、マスダカも出るやつ、わかんない、まあ放送で、そこでここで、ああそうな、まあ、わかんない、そういうなんか面白そうな企画俺絶対声かからんね、嫌われとんねん、もうここの人たちまあその日僕誕生日なんで、まあ僕のことを思ってくれてれば、バースデーイベントは6月の20日土曜日です。皆さんおめでとうの一言でもよろしくお願いします。もう1ヶ月ですね、25になりますよ、僕はもうアラサーに入りますね。25アラサーですよね。ん、アラサーに入るんですか。ああ、入るんじゃないの。でもまあ25だったらまだいけるよ、まだ体若いですよ、いけるいける、走れるし、いや、だって俺だってね、まだ全然いけると思う。え、おいおい、マヨさん結構だってね、フットサルとかやった時も動いてましたからね。いや、スポーツは基本的に何やってもいけるでし
何欲しい？ゴーグル。僕ね、ゴーグルは、僕いつもカバンに常備してるんですよ。ジム通ってるんで。これ本当っすよ。でも、ナークさん、キモいって言われたけど。新一のゴーグル、キモいで。あの、ゴーグルって、あれや、なんか、こうつけて、ここら辺、この分かる、ここのつけるとこさ、に、ゴムあるやん、ゴム。こう、水入ってこないようにするとか、痛くないようにさ、もう直やで、これプラスチック新一やつ、直。いや、あれ。もう、こんなもろ、もう食い込んどんね、もう、顔面に。もう、いや、水泳やってる人はみんなそういうの使ってるんですよ。で、ちょっと僕もおしゃれにしたいんで、いや改造したんですよ、ゴーグルを。いや、だからもう目にめり込んどるで、新一のゴーグル。もうすごいやって、もうマジで本当にできそこなんでウルトラマンみたいになるのよ、本当に。今度持ってきますか。いや、すごいゴーグル、新一のあれはもうおもろい。あれはおもろい。え、あれかっこよくないですか。いや、ダサい。いやいやいや、分かってない。いや、分かってないけど、水泳のだっておしゃれってのが分かんないから。水泳だって3つしかないじゃん。帽子とゴーグルとパンツやろ。はい。あの新一のパンツはもうすんごいギューンってやつやろ。水の抵抗しな、なあれ実家になりますね。実家、うん、そのもう食い込む、食い込むというかもうハイレグビーツでいいですか。ティーバッグ。ティーバッグじゃないですよ。ティーバッグやったらもうキモいな。クロールとかしてるとケツだけ拭いてるやろあれ。今度ゴーグル持ってきますから。で絶対かっこいいっすよ。いやだから分かんないね。それを判断してもらえますか。俺はほらバスケだからさ、バスケのあのやっぱかっこいいからさ、基本的に全部押せるね。はい、ユニフォームはその前のお店でイベントでその部活動、学生時代にやってた部活動の格好でするイベントがあったんですけど、やっぱバスケとかサッカー多くてやっぱかっこいいですよ。僕その時もう海パン水着で営業してたんで、その時夏だし、もう店内クーラーもついてて寒かったし。何店中で海パンいっちゃったの。そうそう、マジでもう出てけや。ゴーグルもここぶら下げて。へぇ。その時僕ラストンだったんですからね。水着で歌とってましたよ、最後。新一でもね、ね、あの泳ぎはうまい。ほんと新一泳ぎはうまいと思う。新一綺麗な泳ぎをするよ。まあもう綺麗か綺麗じゃないか、俺あんまりプロじゃないからわかんないんだけど。いや綺麗ですよらしいで、自分で言ってるぐらいだから綺麗だ。顔も綺麗だし、もう言うとる、うん、らしいで。字も綺麗だし、字はまあまあ綺麗や、心も綺麗だし、賞味期限や、賞味期限あるもんじゃない、賞味期限あるもんじゃない、ある賞味期限あるものじゃないかもじゃない、プレゼント直さんの。ああ分からんけど、まあでも生物って書いてますよね。ジュースって書いてあるね、ジュース、うん、ね。あ、でも今年は、もうすごいよ、企画が。うちは、プール3回、海2回、湖2回。あ、2回なんすか、湖。あれなんか、え、2回は行くで。バーベキューと。それはまた別やん。俺はもう日帰りで行きたいね。朝行っても昼過ぎに帰ってくるみたいなんで、もう湖でジェットとかしたいね、ウェイクボード。おーおー、あ、楽しそうっすね。したい、したい。だからもう小型船舶も通ろうと思ってるし。本当ですか。使い取れる、うん、あ、じゃあ取りたい。え、めっちゃ楽しそう、うん、楽しそうでしょ。みんなで遊びたいね。でもまあ豊島園とか、豊島園行くの、どこ行く。俺ハワイアーズ行ったことない。ハワイアーズ行ってみたい。あれマジ本当にめっちゃ面白いな。ちょっと遠出します。いや行きたい。でスノボ行こうね言うとったの行かなかったね結局ね。そうですね、豊島園去年行ったからな。まあでも楽しかったですけど、うん、そっか。何何もっと攻めよしちこくどういうこと、どういうこと。すみよすみよ、さっき気になっとったよ。うん、まあいいか。ウェイクボードやりに、じゃあウェイクボードじゃなくてあのジェット乗るのに必要なんでね。その一日旅行はいくら使えば参加できますか。あー難しい、その質問本当に。でも別に人数多い分だったらいいんだけどね。うん、100人でも1000人でも遊んだら楽しいです。結局会えんかもしれない。1000人で遊んだったら、ね、会えんよな結局な。もう喋らない人も出てくるから。見たこと誰みたいになっちゃうな本当な。直樹さん来月からハワイ。ああそうだね。海パンでスノボ行けば。あ、めっちゃおもろいその企画。転んだらマジで痛いよね。いや、まあ、めっちゃおもろいそれ。結構俺転ぶからさ。
新一が人狼やな、すぐ分かるわ。人狼、あ、人狼の話したんですか。え、してない。でも人狼ゲームね、最近僕らやってるから。人狼ゲームおもろいな。僕人狼すぐバレるっすからね。マジで。カパカパうるさい。ごめんなさい。カパカパこれかな。ナクさん人狼強いですもんね。ナクさん人狼強いとか人狼になってない。ああ、そっか、そっか。人狼にならねえ。人狼ゲーム。人狼になりてえ、なりてえ言って、永遠に人狼じゃねえ、あの人。お客さんも参加あり。ああ。みんな参加したいですけどね。いや、まあね、参加できるかしてもいいんだけどさ、まあ、俺はもう別に。みんなで行ったらええやんと思っちゃう。もう、まあ。しんちゃん、また来て。いや、いや心配してくれてありがとうございますね。また痙攣起こしちゃうからね。もう水の中とかボードでも痙攣起こしたら死んじゃう。あ、字書けない俺。字書いたことないですよ私。人狼ゲーム、人狼ゲームちゃう。人狼ゲームおっかないゲーム考え始めたね急に。人狼ゲームやって。人狼ゲームなんか絶対したくない。人狼ゲームやね。人狼ゲーム今日初回指名できますか。いや、できるでしょ。そんなのすぐできる。人狼、そう、なんなん、 G 書いて、 G 書いてっていいよ。 G 書こうか。なんなんすかね、さっきから。なんだっけ、なんとかボール。あった。今日が今日、初指名できますか。今日が今日。あれ、うん、人狼ゲームはその携帯で遊ぶゲームなんですけど、まあみんなあれ5人ぐらいがベストですかね。5人以上か。いや、いやいや、12人ぐらい欲しいね。まあ狼がいて、その狼が誰かみたいな嘘つき合うゲームですね。テキーラゲームなんかやったら死んでまうで。マイナス3指名で探しに行きます。何それ、もうすごいな。いやいやいや、それすげえこと言ってる。すげえな、それびっくりするわ。スピリタスゲームだからもう殺したいんか、人死ぬって。人を殺したいんか、自分で自分が死にたいか分からんけど。僕痩せてないですね、相変わらずっすよね。お店行くから連絡してから。いや、いつでもいいんじゃないですか。まあ連絡してくれた方が確実にいられるよね、その時間にっていうぐらい。うん、テキーラゲームかもういいや。ちょっと待って、何、文字書いてって言って、何て書こうかな。じゃあ待って、あ、そうだ、カードゲームもできたのか。なんか携帯でやってますね。携帯だと音声もあるし簡単じゃないですか。はい、何なんですかこの未収は。今月の売上300万、うち入金30円。我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社員書いたで。字書いたで。書いたことに対して誰もコメントくんなかったけどね。もう本当にリクエストした人はちょっと。やだよ、俺アップとかやだよ。まあタワーのために。タワーのために。タワーして飲みきれる。
500万円の玉してくれるって言ってましたよ。大変だね。500万すごいよ。びっくりしたよ俺。ペットボトルはバコバコ叩くは何なんだよ。醤油って感じで書いてみちゃってよ、しんいち。僕がすか。わかんないから僕に言ったんじゃないですか。違うよ、もうおじさんだからわかる。醤油富士急とか遊び行きたいな。スマイルとか富士急は俺好きよ。え、結構行ってるよ俺富士急。俺ディズニーランドとか富士急大好きだから、うん、なんか変な意味で遊び人だもんで、あのなんか人が集まるとことか好き。一回しか行ったことないですね。そうなの。あ、シャンパンタワー死に行くね。なになになに、ちょっとわかんないぞ。あの住吉ってなーに。すごい多いよ。しんちゃん源氏名書いて綺麗だし、新一 G うまいよ、ほんとに G うまい。いやじゃあほんとにあのムカつくけど、まあまあうまい。いや、僕得意なの、得意っていうか書きやすいの鉛筆なんですよね。鉛筆だからそういう伏線反応やめようや。普通っすよ。あのさ、俺みんなにちょっと聞きたいこと一個あるんだけどさ、あのね、ちょっとじゃあええわ、先にじゃあ新一見していいよ。文字でボケてもう遅いわ。普通に書いた。何にもならん。どうしようマジで。拾いづらいわ。やけどするわこれ絶対拾ったら俺。あるな、服なんだけどさ、服ね。ちょっとどういう服がいいかなーって、まあなんかざっくりすぎるな俺の質問ね、うん、最近さちょっとなんかユニセックスっていうかさ、丈長かったりとかさ、なんやらするさ、ちょっとヒラヒラしてるのとかもやっぱ結構流行ってたりとかするじゃんね。あと、まあ、スウェット生地やなんやらとかいろいろあるけど、そしてどんなんでしょうかな。なんか女の子とかはさ、オールホワイトとか流行ってるらしいじゃん。あ、白多いっすよね。うん、迷彩とか僕好きですけどね。迷彩はまあいいんだけど、なんか面白いことしてなと思って。まあちょっとまあこういう話はまたいいや、今度しよう。なんかちょっと真面目な、結構真面目ですね。ちょっとブログかなんかで話すわこれは。レーザーはちょっと今暑いかな、うん、この時期は。うん、あとつなぎは可愛い。うん、100も乗せてきました。どんな接客してくれますか。ちょっともうおっかないな、おっかない質問やなそれな。一本グランプリみたいな。アシメな T シャツだけ。アシメな T シャツ何。アシメ、こっち袖が違うんですか。うん、違う、分かった。丈か下か。右側が長くて左側がなんかそんなやつやろ。あ、知らんばい。どうなんすかね、わかんないっす。そうやろ。まやさん、つなぎ着たことあります。いや、今もないよ。昔は持ってたけど、どこ行っちゃったよね。今までの服とかさ、スーツとかさ、靴とかさ、言ってしまえばさ、金属とかなんか全てよ、うんうん、どこ行っちゃったよ。わからん。誰かずっと待ってる。あ、そうやね、入れてあげよ。言いたくない。リーヤさん、そっちっすか。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。リオさんです。リオさんです。しんちゃん、最近やたらかっこいいのはなぜ、なんでなんですか。え、しんちゃんが何やたら、最近やったらかっこいいのはなぜ。ああ、それは隣に俺がいるからだ。俺がいるから、やっぱほらね、ほら顔の小ささが今日もね引き立つけど、二人とも。じゃあ毎日言ってほしいですね。出た出た、ほら出た。あー出た、これ見たことあるわ、これデジャブデジャブ。
じゃんけんはいあいこではいどうぞいやいやいややっぱ俺なんだねこれいただきまーすイエーイやっぱ俺なんだ結局やっぱマヤさん得意ですね1個だけ2個残すの逆に言ったら俺引くの得意うんすいません今日もわちゃわちゃしに来ましたあれ今日あでもちょっと髪型違うっすか今日リオさんあ切ったっすね髪の毛を髪の毛切りましたどの辺切ったっすかほんとね襟足ああれ襟足結構うんあのね前までパッツンだって言われてたんだけどもうね分かんない見てね見てね見てね分かんねえな分かんないねあんま分かんない、うん、誰がもじゃげや誰がもじゃげやあでも髪切るって言っててそんだけですかいやもっといくのかなと思ってあのねもっと切ろうと思ったんだけどなんかちょっと実際美容室行ったらあの髪の毛名残惜しくなっちゃって、うん、もうちょっと欲しいなと思って髪の毛がそういうことよでもパーマじゃないですもんねパーマじゃないこれはいつもヘアメでヘアメしなかったらもうサラだからサラサラでしょもっと炭炭を炭いいよどういうことよいしょ宝くじ当たりましたって感じざく切りやめたやめてないよはい来ました切ってざく切りじゃなくなったざく切りじゃないはい来ましたいやー増えてくれてここにこんだけ従業員やつまる営業ここでした方がええんちゃうかみたいないやもうここでやりますか営業代表の銀さんです酔っ払った飲んできたっすかうんあれこれコメントのやつ見れないあれますいませんいやありがとうございますえもう凝縮してるね俺結構前よりコメントしてるねあ、そうなんですか恥ずかしいなそれ前は一人で頑張ってたからカンバスはサツキ以外全員集合っすねうんもう凝縮してるわ今日豪華だねそこまあ確かに銀さんが出る豪華ですよ豪華超久々かもですねうん銀さんと一緒に出ることも僕が久しぶりさうん今店何人いんの店は、マー君、サツキ以上スナイパースナイパーさん、うん、主力メンバー集まってお店は大丈夫初回無料じゃないですからねいいじゃんもう誕生日のあれ行った誕生日5月28イベントは6月20日おおシャンパンタワーはタワー何期、全然複数でも構いませんおだけブランデーブランデーブランデーお待ちしておりますお待ちしてますあいいね、まあ、一番好きなシャンパンははい何クリックですはい、おほー最近クリック押すねクリック大好きですね暇さえあればクリックって言ってクリック白ですかロゼですかどっちまあ値段的にはロゼだけど、ね、味は白がいいな味は白がいいクリックっていくらだっけ20ぐらいちょいちょい今日リシャル入れるね今日リシャル入れるねってなんか同じコメント来てる銀さんにうん売り上げ上がっちゃうないいな600万もう2人だねバスで安泰じゃん銀さん今日リシャル同じ人だね同じ人っすか、うん、誰タワーしたら何してくれるタワーしたら、うん、今なら漏れなく何でもいいんじゃないですか何でもしますよ適当これ多分めっちゃ曇ってる見えない。マヨがずっと一人遊びしてるから。いや、ちょっと悪いことを考えてるから、マヨさん。住吉嬉しいじゃん。これ何？分かんない。元住吉。元住吉がめっちゃ書いてあるんですね。のためならリシャブレイ。あれ、元住吉？いや、分かんないですよ。元住吉っていうのが。あ、一日デート券だってしんちゃん、タワーやってくれた人デートどこ行きたいんだろうねタワーやってくれたら一日デートできるしましょうしましょう初回
氏名のみ、うん、いいでしょ。僕とでも食とかは合わないと思うんですけどね。和食好きだし、ちょっとねわがままのところもあるから甘いもんダメだし、甘いもん嫌い。でも焼き鳥が好きだもんね。焼き鳥、あ、焼き鳥いいな、うん、レバ刺しとか食べたい。あ、いいね、レバ刺しさっぱりですもん。焼き鳥タワーする？焼き鳥タワー、うわ、出た出た、おい、僕っすか、うん、僕これかな。てってて、30秒間アホになるです。もう1分前なのに半分アホならんかい。残り30秒、ラストラスト、出そう出そう、出し切ろ出し切ろ、出し切りますか。いけ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 。あなたどこどこと、タパテポトメテイ、タパタパトゥタポトゥポトゥタパタパティ。意外と30秒長いねこれ。やりきらんかい、やりきらんかい、やりきらんかい、まだまだ残ってる30秒まで。ポトポトポタパティポトポ、めっちゃ場所取るやん。残り20までいこう、残り20まで。かわいいけどもういいね。誰がアホや。だそうです。今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございます。あります。新一バースデー告知だけどもう一回ちゃんとしようよ、うん、6月20日土曜日絶対来てね。誕生日は5月28日木曜日。お店休み。休みかい、休みかい、意味ないな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。